元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう、てっちゃんこと荒川哲夫です。川島あみるです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマは理学療法士のお仕事を知って大阪を元気にというテーマでお送りします。はい、今回のテーマは理学療法士です。はい、ゲストは南大阪病院診療支援部リハビリテーション科課長補佐の坂口文弘さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いや、坂口先生ね、本当にね頑張ってはってね、僕も南大阪病院で、はい、特別顧問させてもらってるので、うん、同じ職場ではあるんですけど、はい、聞くところによるとね、小学校の4年生ってかな、はい、バスケットやってたっていうね。あ、そうですね、はい、うん、おバスケ少年、4年生って早いですね。僕太ってたんで、うん、親に痩せなさいということで、はい、半ば強制的に掘り込まれたんですね。そうですね。スラムダンクがね、その後入り出したしね、はい、そうですね。だから1年後ぐらいに、ね、だから火つけたみたいな感じで、はい、いや、そういうわけではないですけど先駆けたそうそうそう、ダイエットのために今でも見事にスラリとされてますけど、ね、はい、今日のテーマ、まあ、理学療法士なんですけれども、うん、今日7月17日が理学療法の日ということなんですね。はい、それにちなみまして、ね、この日に合わせて全国の理学療法士会で、はい、まあ、いろんな相談会をやったりとか、はい、体力測定のイベントをやったりとかっていうこともしてます。まあ、そんな日にちなみまして理学療法士のことを知っていこうということなんですけど、はい、具体的にどういったことをされているものなのかっていうのがわからないです。どんなお仕事をしてらっしゃるんですか？そうですね、理学療法士の協会では、理学療法士は体づくりと動作の専門家ですっていう、うん、アピールをしてるんですけど、はいはいはい、まあ、もっと分かりやすいのは、いわゆるリハビリテーションの人って言うと、はい、多分一番伝わりやすいのかなとは思います。なるほどなるほど。ただ、まあ、リハビリテーションの専門職種も、はい、我々理学療法士 と、はい、と作業療法士と言語聴覚士っていう、はい、3つの職業があるので、その中の理学療法士が、まあ、我々の仕事ということになります。これでも試験もいるんですよね？そうですね、早かったら3年間専門学校、まあ、大学で4年の課程を得て、はい、国家資格受けて合格すれば理学療法士っていうことになります。言語聴覚はいはい、言語聴覚士っていうのは、まあ、分かりやすいと思うんだけどね、はい、言葉と訓練するっていう、はい、もう少し理学療法士とね、はい、作業療法士のと違いっていうのを説明してもらった、うん、結構リハビリを受けた人の中では、理学療法士と作業療法士がいまいち自戒が分からないっていうのは多いと思うんですけど、うんうん、例えば朝起きて、ご飯を食べに行くってなった時に、はい、どんな動作してるかっていうと、うんうん、寝てるところから起き上がって、はい、座ってで、で座った姿勢から立ち上がって、うん、で立った状態から歩いて、はい、食事食べるところまで移動して、はい、でご飯食べるところに座って、うん、で座った姿勢を維持しながらご飯を食べるっていうことになると思うんですけど、うん、まあ、そこまでの起き上がったり立ったり歩いたりっていうものを基本動作っていう言い方を我々はするんですけど、この基本動作ができない人に対して、まあ、リハビリするのが、まあ、我々理学療法士。私たち朝ごはん食べに行くまで結構いろんなことしてるんですね。意識はしないんですけど、我々が日常生活を送る上で必要な基本的な動作っていうのが基本動作として、いろんな運動をしたり物理療法を行ったりして治療をして、まあ、歩けるようになる、立ち上がれるようになるっていうところが我々の仕事になります。でそこから今度作業療法士はご飯食べる上ではお箸を持って、で茶碗を持って、
て、うん、お箸を操作しながらご飯を掴んで口元まで運ぶっていうような動作ですね、うん、こういうのを応用動作っていう言い方をするんですけど、うんまあ、お風呂入るときやったら服を脱ぐとか、うん、あとトイレのときやったら、トイレットペーパーをちぎって操作してっていうような、うん、こういったあの作業的な動きを作業療法士が、うんまあ、練習をしてできるようにする、うん、なので基本動作を理学療法士が練習をして、うん、そこから応用的な作業的な動作を作業療法士が、うん、担当するっていうのが、うんまあ、実際 の、 あの役割になります。じゃあそれはバトンタッチする形になるんですか？最初は理学療法士の方が、まあ、そういう場合もありますし、もう早いところだと最初から理学療法士も作業療法士もどちらも あの一緒 に、 一緒に、はい、始める場合も多いです。例えば関節を痛めてその手術をしたっていうと、はい、そこのね部分のリハビリって必要になってくるけど、うん、関節も何も痛めてないけれども、うん、その別の病気でね内臓の病気とか例えばそういうので入院が長期になったりとかすると、はいはいはい、もうそれだけでもね筋力低下してくるから、ね、まあ、そういう人たちもやっぱり理学療法士のねお世話にならないといけない場合があるわけね。そういうことですよね。割と病院ってこうベッドしかないので、はい、どうしてもベッドにゴロンと寝てることが多くなっちゃうんですよね、うん、足細くなっちゃったとか。そうそう僕もびっくりしたけどね、うんまあ、5日ぐらいの入院でねあの食道のがんの内視鏡手術をした時にね、はい、できるだけ動かなあかんと思って廊下をうろうろしててんけど、うんうん、そんなもんではね筋肉ね、はい、もうみるみる衰えてね5日で、でそれ回復するのにやっぱりそれ倍以上かかったもん。やっぱり一回筋力低下を起こしちゃうとそれを取り戻すのに先生おっしゃるように時間がかかってしまうので、どちらかというとそれを低下させないしっかりと維持するっていうところも大事かなと。はで最近も怪我したり手術したりしても割とすぐにリハビリスタートするっていうのはそういう意味もあるんですか？そうですね、昔は例えば手術したら安静にしないといけないという考えもあったと思うんですけど、まあいろんな研究の結果からは筋力低下を抑えたりとか体力の低下を抑えたりとかっていう意味合いで早く動くことのメリットもたくさんあるっていうのが分かってきたので、まあ手術もう極端な手術のその日からとかですね、翌日からしっかり起き上がってできれば歩いていこうっていうようなリハビリテーションを行うことが今は多くなってると。僕らがねあの昔学生の時に習ったような教科書に載ってたようなことって間違い結構あるんですよ。10年20年でも全然違いますもんね。じゃあどん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 やり方も進化していくってことは、理学療法士の皆さんもどん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 知識をバージョンアップしていかないといけない。そうですね、知らない病気もいくらでもありますし、まあ、あの新しい知見とかっていうのもどんどん出てくるので、まあ、それを補いながら対象者に還元していかないといけないかなとは思います。そういう意味では入院とかしなくても怪我しなくても、はい、まずは予防していきましょうというのもおっしゃってるんですよね、理学療法士の皆さんが。そうですね、うん、あのまあ、主に我々が活動しているところって、まあ、病院であったりとかあといわゆる施設っていうようなところで活動することも多いんですけど、まあ、例えば地域の体操教室であるとか、はい、特に大阪市とかは生き生き100歳体操っていうような、はい、あのものを推奨してまして、うん、まあ、地域の住民同士で体操の DVD とかを作ってるので、うんうん、その DVD を見ながら一緒にみんなで体操するっていうようなものもあるんですけど、そういうのを一緒にやり方とか運動のコツとかをあの指導させてもらったりとかっていうのもありますし、なんかこれは YouTube もね、そうですね、動画で吉本新喜劇の皆さんがこの生き生き100歳体操というのを、それ、はい、されてるということですよね。これずっと昔からあのラジオ体操ってあるじゃないですか、はい、それとだいぶ違う。 あれよりももうちょっとあの、うん、筋トレ要素が強いですね。ラジオ体操どっちかっていうと、うん、体を大きく動かして伸ばすっていう体操が多いですけれども、はいはいはい、この生き生き100歳体操は、うんうんうん、あのもう慣れてきたら重りつけながら、うん、やったりするので、はい、結構一通りやるとええ運動やなっていう。またね、コロナで、まあ、やっとも旅行も行きましょう、ね、いろんなサークル、ね、シニアの皆さんも活動しましょうってなりましたけれども、ステイホームの しすぎでちょっと体力落ちてらっしゃる皆さんも心配ですよね。
まあ、いろんな人その人その人に合った体操とかもあると思うんです、うん、で、まあ、あの個別で理学療法士とか、うん、あの相談できる場合があればいいんですけど、なかなか我々病院とかでもともと病院にかかってないとリハビリテーションを受けることっていうのも少ないので、僕が所属してる大阪府の理学療法士会のホームページもあるので、まあそういうところでああいう健康相談とか理学療法に関する相談とかっていうのもしていただけますし、我々の会がこういう運動をステイホームの間はこういう運動はどうでしょうっていうのもあの動画とかで作ってますんで、まあそういうのも見ていただいて、分からなければご相談いただければいいかなと思います。YouTube チャンネルもそうですし、うん、大阪府理学療法士会のホームページというものがあるということです、うんうん、いろんな相談も受け付けているということですので、よかったらぜひ。あの前にあの寺井先生ね、整形科の一大の寺井先生に来てもらった時も、はい、コロナで第3波というかな、あのステイホームって言われてたから、その前後でやるとロコモの準備軍みたいな人が 20% ほど増えたとかねっていう話もあるから、まあ、本当にトレーニングっていうかね、まあ、理学療法っていうのは大事ですよね、はい、まあ、やっとコロナも明けたのかなと思うので、うんうん、ちょっとプールの中で運動してみたりとか ね、まあ、涼しい部屋で体操も、そうそうそう、くれぐれも水分取りながら注意しながら動いていかないといけません ね、 そうですね、はい、勉強になりました、はい、ではてっちゃん先生、今日の一言お願いします。今日ね、はい、ちょっと大阪のねおばさんたちにも聞いてもらいたい、はい、リスナーになってもらいたいので、はい、いやリスナーいますよ、大阪のマダムの皆さん、もっとね、はい、もっと増えるように、言うじゃないですか、あそこのうどん屋おしらしいで知らんけど、うん、知らんけど言います、知らんけどから言います、知らんけど知らんけど知らんけど、違うでリハは、違うでリハはパネル芸が板についてきましたね、うん、知ってとく知らんけど、うん、違うでリハは知ってとく、うん、知らんけど言ってたら飽きませんでと、リハをちゃんと知って、はい、得しとってくださいという、リハビリテーションのことをリハって言うんですね。リハで言うよね。そうですね、もう一番、うん、使うことが多い、でもあのプロっぽいですね、医療従事者っぽい感じですかねそうかな、はい、そうか、プロっぽかったです今、そうリハ、はい、皆さん知ってぜひ得してください、はいはい、はい。今日は南大阪病院リハビリテーション科の坂口先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこう。てっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど、皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク OBC1314.CO.JP、 ファックスは06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらでお待ちしています。また健康や医療にまつわる川柳もこのアドレス住所でお待ちしております。番組のホームページから過去の放送を聞くことができます。もう一度ぜひ聞いてみてください。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲夫と川島アミルでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。